こんにちは、こじこじです。今回はハードオフでジャンクで購入しました約50年前のテクニクスのプリメインアンプ、動作確認修理を行っていきます。ということで今回はこちら、テクニクスのステレオインテグレーテッドアンプフィルター、 SU-2300 ハードオフで音出ますということで、ジャンクで1620円で購入しました。少し高いかなと思ったんですけども、約ね50年前のアンプとは思えないほどコンパクトなサイズで、外観もねちょっと横にね回すんですけども、このような感じでねすごくかっこよくて一目惚れして購入しました。ちなみに後ろ面の IO なんですけども、このような感じとなっていて、左端からグラウンド4のチューナーテープとなっています。その当時なかった CD はねついていません。オーディオの足跡さんのページによると、今回購入したテクニクス SU-2300 約50年前のアンプと言っているんですが、正確には1975年頃発売、今から44年前のアンプになります。当時価格21,800円。残念ながらこれといった特徴はなく、当時のねエントリーモデルだったんじゃないかなと思います。それではジャンクということで動作確認を行っていきます。電源オン、どうやらパワーランプは光るみたいです。とりあえずね爆音が出ると困るので音量を下げておきます。それではこちらのオーディオプレイヤーで YouTube で流していいね音楽をちょっと再生します。それでは音量を上げていきます。どうやら音はね出ているみたいです。ただただなんですけども、右側からしかね音が出ていないような感じがします。左ね全く音が出ていません。とりあえずこちらのねバランスつまみで左側出るようにします。全く変化がないですね。じゃあちょっと逆に寄せてみます。やっぱり右側しか音楽が出ていません。ボリュームのガリの問題かもしれません。特別変化がありません。やっぱりね音が出ると言ってもジャンク品ということでね、右側しか音が出ないみたいです。それでは早速分解修理を行っていきます。内部にアクセスするためにまず上部の鉄板を取り外します。上部の鉄板サイドで 1,2 箇所、反対側も 1,2 箇所、合計4つネジが止まっているのでネジを取り外します。両サイドのネジが取り外せましたら上部の鉄板取り外していきます。約50年前のアンプということでね、内部がどんな風になっているのか非常に楽しみです。鉄板後ろ側をね上に持ち上げて、こうね奥にスライドする形で取り外します。よいしょ。ということで中身はねこんな感じになっているみたいです。思っていたよりもシンプルな構成となっています。でパッと見ねひどい汚れもないですね。 2,30 年前のねアンプとかでも結構ね基板とか内部ホコリだらけの機種があるんですけども、こちらに関して言うとかなりね綺麗な方ですね。コンデンサーの上の方もちょっとだけねすすけて黒くなる感じはあるんですけども、それほど汚くない。ほこりというよりかはむしろ中がね熱せられて、なんかそれで出てくる煙で汚れているような感じ、全然汚くないですね。でコンデンサーも特別ね液漏れしている感じもないので、コンデンサーそこまでね怪しい感じはありませんね。ただこちら出力側のね鉄板が少し錆びていたりと、やっぱり経年劣化が見られる感じですね。それでは100均のブラシで内部ざっくりとねほこり落としていきます。ほんと綺麗ですね。
50年前に作られたものとは思えない。前の持ち主さんメンテナンスしてたりするのかな。かなり綺麗ですね。続いてエアダスターでホコリをね飛ばしちゃいたいと思います。今回ちょっと室内なんですけども使います。後で掃除するからまあいいかな。はい、ざっくりとエアダスターかけました。ちょっとじっくりとね内部観察してみたんですけども、最初に言った通りシンプルな構成で、いくつかのダイオード、トランジスタ、プリアンプ IC、 そしてメインのパワー IC、 その他は抵抗とコンデンサーで構成されているようです。で、中でもね怪しいなと思った部分がですね、こちらですね。こちらのヒューズがね非常に怪しいんじゃないかなと思いました。こちらヒューズ R チャンネルと L チャンネルって書いてあるんですよね。明らかに右と左のね音をこのヒューズを通してね出してる感があるんですよね。で、R チャンネル右のね音が出てたのに対して左のね音が出てなかったので、もしかしたらこちらのね L のねヒューズが切れているんじゃないかなと思います。今の機種だとリレーというね装置が入っているんですけども、このね機種なのかこの時代のマシーンなのかわかんないんですけども、リレーがなくてこのヒューズでね調整しているのかなと思います。なのでどちらかのヒューズが切れていて左側のね音が聞こえないんじゃないかと思います。それではこちらのテスターを使ってヒューズのねチェックを行っていきます。こちら側にね電源用のヒューズが入っているんですけども、電源はね入ったのでチェックはしません。とりあえずチェックします。まず音が出た R チャンネル、はい、しっかりね値が0になっているのでヒューズは切れていなそうです。それでは音が出なかった方の L チャンネル、よいしょっと、全く数値に変化が見られません。数値に変化がないですね。もしかしたらこの L チャンネルのヒューズね切れている可能性があります。とりあえずヒューズ取り外したいと思います。よいしょっと、ヒューズなんですけども、切れてますね。ちょっと僕が確認しちゃったんですけども、こんな感じでねヒューズが切れてしまっています。とりあえず一度ヒューズすべて取り外してしまいたいと思います。こちらちょっと硬いですね。錆びついちゃってるのかな、取りづらい。よいしょっと、ちょっと力技なんですけども、こんな感じでこちらのヒューズは正常な感じですね。続いて電源用のヒューズ、電源入ったのでまあ取り外す必要はないんですけども、一応確認のため取り外しておきます。電源用のヒューズもこのように特別ね問題はなさそうです。内部には予備のヒューズもついており、このような感じでヒューズ 1.6A、 このヒューズは回路保護用です。電源ヒューズには使用しないでくださいということで、 L チャンネル、 R チャンネルのヒューズは 1.6A のようです。そしてこちら電源用のヒューズなんですけども、どうやら電源用のヒューズは 1A のヒューズのようです。ということでちょっと頑張って秋葉原に行ってヒューズ購入してきました。まず上のこちらのヒューズが電源用の 1A の 250V のヒューズです。電源用 1A ということでね、しっかり 1A ヒューズ購入してきました。そしてこちらが保護回路用のヒューズ、本当は 1.6A だったんですけども、今 1.6A のヒューズ売られていないみたいで、1.5A 250V のものを購入しました。 1.6A 以上の電流がね流れなければ保護回路的に問題がないので、 0.1A 少なくてもね正常に動作するんじゃないかと思います。また 1.6A のヒューズ、実はね予備も含めて3つあるのでね、まあ動かなかったらそちらを使いたいと思います。それではヒューズの交換を行っていきます。とここでちょっと注意なんですけども、アンプなど修理とかねいじったりする場合は電源を抜いてね 2,3 日待ってから内部ねいじるようにしてください。内部に電流が溜まっていて最悪ね感電して事故とか起きてしまう可能性があるので、その辺ね注意してください。
今回ゴム手袋を一応ねつけて作業を行います。それではまず電源用のヒューズですね。電源用のヒューズ、なぜか 1.6A のものがついてました。前の持ち主さんちゃんと読んでなかったのかな。結構内部がね手入れされているので大切には使っていたと思うんですけども、そういうあたり結構ルーズだったのかもしれません。ということでヒューズの交換が終わりました。これでねちゃんと左右音出るようになったんじゃないかと思います。それでは再度動作確認を行います。電源オン、とりあえずパワーランプつきました。とりあえず音量を一番下に下げておいて、先ほどと同じプレイヤーで動作確認を行います。しっかり左右からね音が出ている感じです。とりあえずバランス調整します。はい、ということでね、無事に修理完了しました。原因はね意外な問題でヒューズがね片側切れていただけでした。最後までご視聴ありがとうございました。約50年前のプリメインアンプということで内部の構造どうなっているのかなと思っていたら、思っていた以上にねシンプルな構造で、パッと見ヒューズ以外ね壊れている箇所はなかったんですけども、コンデンサーのね容量抜けとかもしかしたらねしている箇所があるかもしれないので、次回以降ねコンデンサーの全交換したいと思っています。興味のある方はぜひ引き続きご視聴ください。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに関連動画があるのでよかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。